リナックスのグラフィックススタックのズドライとガリウム 3D は異なるドライバーモデルを持つが、共に多数のコードを共有する。アンポッシブルエグザンプルマトリックスウェインプリメンティングザガリウム 3D ドライバーモデルスルーザイントロダクションオブザガリウム 3D トラッカーインターフェースザガリウム 3D ウィンシスインターフェースオンリー18インステッドオブ36マジュールズあれ Required Each WinSys Module Can Work With Each Garium 3 D Device Driver Module and With Each State Tracker Module Garium 3D は 3D グラフィックスハードウェアアクセラレーションのためのソフトウェアライブラリーであり Linux とオープンソースのグラフィックス専門技術を持つ技術会社である Tangsten グラフィックスによって開発されている Garium 3D は グラフィックス API とオペレーティングシステム間を操作し、第一目標をドライバの開発を容易にし、いくつかの異なるドライバの別の方法で実装し、重複したコードを一つにまとめることにしている。これはより良い分量を提供し、現代的なハードウェアアーキテクチャをサポートすることでなされている。ガリウム 3D は現代的なハードウェア上に見られるシェーダーユニットの ような標準的なハードウェア機能を公開するための統一された API を提供する。そのため、オパングルやオパンベグのようなグラフィックス API、オパンクルなどのグップグップ基板やダイレクト 3D のような 3DAPI はガリウム 3DAPI を対象とするスタックトラッカーと呼ばれる単一のバックエンドのみを必要とする。一方、メサ 3D には 個々のハードウェアプラットフォームに対して異なるバックエンドが必要で、いくつかの異なる API では、将来のオーバーヘッドを犠牲にして、オパングルへの翻訳が必要である。さらに、モジュラ構造のガリウム 3D を使うことで、LLVM コンパイラスイートを利用し、オンザフライでシェーダーコードを最適化するためのモジュールを作成する作業が進行中である。ガリウム 3D のもでは、 DRM カーネルドライバはメモリを管理し、ドライドライバはより GPU 処理指向になる。メサ 3D の下では実行不可能だと考えられているメモリ管理問題の解決をこれによって行える。最初の実装とすでに部分的に動作するドライバはセルとインテル GPU ドライバである。作業はスケルトンドライバを提供する ATI Radion カード上で完了し、 ヌーボーチームは開発をガリウム 3D に移している。2008年7月13日時点でヌーボー開発はガリウムフレームワーク専用でなされている。古いドライドライバーは freedsktop.org e 上のメサリポジトリのマスターブランチから削除された。ありがとうございます。